さあ、スクエニもかなりピンチな状況を迎えております。今ですね、何が言われているのかっていう点なんですが、X で任天堂にスクエニを買収してほしいという、そのような意見が出ておりますね。で、こちらにつきましては、まあなんとなく察しはつくんだけど、今スクエニとしてかなり業績が厳しい状況となっております。まあこれについては、決算発表会とかで、社長自らが語っておりましたが、これからね、大幅に、方針を転換していくと。で、例えばそのゲームの出し方であったりとか、まあゲームのその、そもそもの根本的なところ、作る部分であったりとか、あとその人材のところとか含めて、本当に抜本的に変えていくと、そのような発言があったかと思っていますね。で、その中で、スクエニって結局、ユーザー目線から、これって立て直すことできるんだっけみたいな。まあ、例えば、ファイナルファンタジーとかドラクエとか、まあ、いわゆるトリプル A タイトル。まあ、それこそね、本当に看板中の看板みたいなタイトルが、いくつかあるかと思いますが、で、その看板すらですね、今となっては、売上本数が、かなり減少傾向にあると。まあ、スクエニとしては、これを本当に立て直すことができるのか、自力でできるのか、このまま潰れてしまうんじゃないか、IP が失われてしまうんじゃないか、取り返しがつかないことになってしまうんじゃないかと、そういったことが今懸念されているわけですよ。やっぱりスクエニとしてもね、まあ、優秀な IP を多数保有しておりますので、そういったね、IP を任天堂の力とか、他のゲームメーカーとかの力を借りて、再建できないかと、そういったことが言われてるわけですよ。で、その結果、今、X 上で何が言われてるかっていうと、じゃあやっぱりね、任天堂にスクエニ買収してほしいねと。まあ、例えばバンナムと合併してほしいとか、コナミと合併してほしいとか、なんか様々な、ワードが出ておりますが、ただやっぱり一番多いのが、この任天堂にスクエニ買収っていう点か。まあ、最もその現実的かつ可能性として高いみたいな。そういった話でもあるので、このような意見が出てきているのかなと。まあ別に正直、スクエニ買えないこともないかと思いますので、で、普通にこれってあり得るんじゃねっていうことが言われてるわけですよ。これなんでかっていうと、結構その昔から任天堂とスクエニって、かなりそのつながりが深くて、で、それこそスクエニもですね、合併会社で、スクエアと、エニックスっていう会社が合併したことによって、スクエア・エニックス、スクエニができているわけで、で、その昔からですね、スーパーマリオ RPG とかもそうなんですが、こういった形で一緒にゲームを作ったりとか、で、あとその継続的に今もそうなんですが、任天堂に、サードパーティーとして、ゲームソフトを供給しておりますので、まあかなりつながりは深いですといったところなんですよ。なので、やはり、業界の名士である任天堂しか救うことができねえんじゃねえか。まあ、例えばコエテクとかカプコンとか、まあ、様々な企業がありますが、そこに買収されたとしても、スクエニの IP をコントロールすることは難しいんじゃないかとか、まあ、そういったことも言われてるわけなので、現実的にこういった意見が今ですね、取り沙汰されていると、まあ、そういった状況となっています。まあ、唐突にこんなことね 言ってるわけでもなく、やっぱりそのスクエニの業績としてもそうだし、で、これからの未来っていう観点からも、かなり厳しくなっておりますので、ユーザーからですね、このような声が、今出てきていると、そのような次第でございます。まあ、あくまでこちらもですね、参考程度に受け取っていただければと思いますね。よろしくお願いいたします。ただ率直に皆さん、こちらを見てどう思いますか？ただまあ普通に考えると、まあちょっと厳しそうな感じもするし、で、まだ数年はスクエニも持ちそうではあるので、まあここから残り数年か、まあ例えば2、3年とか4年とか、それぐらいのスパンで見て、業績がどう上向いていくのか、まあそれとも下がっていくのか、ないしは既存のキラータイトル、トリプル A タイトルが沈んでいくのか、浮上するのか、まあそれによって結構変わってくるんじゃないかな。まあそんな感じでございます。まあ本当にね、なんか同じようなポストがね、そこら中で乱立しておりまして、まあやっぱりその株主からしても、もうスクエニそろそろ厳しいから、っていうか株価がね、
もう下がりまくってて仕方ねえからもうどうにかしてくれよみたいな、多分そういった感じなんでしょうね。うん、マジで頼むぜみたいな、まあ、結構スクイーンの株持ってる方いらっしゃると思いますので、まあ特にこの動画見てる方結構いるんじゃないかなね、結構いるでしょまあそんな感じですよ。はい、いやけどどうなんだろうな、スクエニ、まあ言ってもその他のゲームメーカーとかと比べると、まあ利益で言うと、まあやっぱりどうしても見劣りしてしまいますが、売上高っていった観点からすると、まあやっぱりその IP の数が多いとか、まあそもそもゲームを出すスパンが結構早いので、まあそのナンバリングとか結構時間かけんだけどさ、割と出してくるので、まあそういったところを考えると、まあ売上は結構見れる数字ではあるんですよね。そう、まあやっぱりそのゲームソフトを供給するサードパーティーとしては本当にトップクラスみたいな感じでしょうか。まあそういったところもありますのでね。ただ現実問題として任天堂としても結局なんか今のスクエニを購入するとリスクにもなってしまうわけだからさ、下手するとこれ赤字に陥ってもおかしくないっていう、このスクエニの部門がもはやそのレベル感でもあるので、もう利益云々以前にこれやべえんじゃねえかみたいなただ任天堂の IP としてファイナルファンタジーとドラクエが加わるんであればね、全然なんか浮上しそうな感じもするし、でかつまあ任天堂で囲い込むこともできますよね。まあそれも結構大きなメリットだと思うんですよ。ファイナルファンタジーとドラクエを全て囲ってしまう、あとキングダムハーツか、だからまあプレステとかではもう二度と出ないみたいな、結構でかくないですか。逆にプレステソニー側からするとめちゃくちゃ痛手かと思いますので、逆にソニーがスクエニを買収するみたいな可能性もあるのか、どうなんだろうかね。まあ何してマイクロソフトみたいな、でマイクロソフトが買収して、でそれこそ XBOX 独占タイトルみたいな、いやけどそれもそれで結構ありっちゃありなのか、マイクロソフトとしても。まあ任天堂というかマイクロソフト、ソニーかな、どうなんでしょうか。ただまあやっぱりそこら辺のプラットフォーマーが狙ってくるにしてはね、まあお買い得ではあるからね、株価が下がってきてるので、もうちょっと下がってくると割と現実的にこれ買収の話も出てくるんじゃないかなと思いましたね。はい、まあそんな感じです。ただまあ一番大きいがあるのが XBOX、 マイクロソフトかと思いますので、まあそこがどう動いてくるかってところでしょうか。ただやっぱり任天堂でそんなになんか買収するような会社でもないので、まあ現実的になさそうな感じもするからね、うん、まあ非常にここ難しいところですよ。はい、まあそういったところで一旦終わりましょうか。 X で任天堂にスクエニを買収してほしいと、そのような意見が多数出てきている、こちらについて取り上げさせていただきました。ではまた、バイバイ。